G20 主要20カ国地域の財務大臣と保健大臣によるテレビ会議が開かれ、新型コロナウイルスのワクチンに関して世界的な対応を行う必要性を強調した共同声明をまとめました。 G20 のテレビ会議には日本から麻生財務大臣と田村厚生労働大臣が参加しました。共同声明では新型コロナウイルスの治療薬やワクチンを途上国を含む全ての人々に安価で供給するため研究や開発、分配などで世界的な対応を行う必要性を強調しました。一社だけの単独独占による巨万な利益というようなことがならないようにしようという日本の提案に関していろいろ意見が出ているというのを引き続き検討し続けていくということを意味しています。日本は途上国にもワクチンが行き渡るよう G7 主要7カ国が主導してワクチンの特許を管理する国際的な枠組みを提案しています。